が出ています。一定の支援制度が発動されますが、自己負担が重くのしかかります。過疎離農廃業が進むのではないか、これが一番の不安として語られました。住み続けられる町への復興支援を、これは全国で災害に遭った地域の共通の声だと思います。この声に応えて、現行の支援の枠組みにとらわれず、公的支援の抜本的強化を図るべきだと考えます。総理の見解を求めます。消費税問題について質問します。10月1日、安倍政権が消費税 10% への大増税を強行したことに対し、とても暮らしていけないという怨嗟の声が全国で広がっています。私は暮らしも景気も経済も壊すこの暴挙に対し、強い憤りを持って抗議するものです。そもそも消費税は、所得の少ない人に重くのしかかる逆進性を宿命とする弱い者いじめの税金です。こんな税金を日本の税金の中心に据えて、どんどん引き上げる道を進んでいいのか。今年は消費税が導入されて31年目になります。この税金が日本に何をもたらしたか。私はまずこの根本問題について総理の基本認識を正したいと思います。第一は、消費税は一体何のための税金かという問題です。政府は社会保障のためと繰り返してきました。しかしこの31年間、年金は減らされ、サラリーマンの医療費窓口負担は3倍になり、介護保険は負担あって介護なし、社会保障は切り下げの連続ではないですか。政府は財政再建のためと繰り返してきました。しかしこの31年間、国と地方の借金は246兆円から1069兆円へと4倍以上に膨れ上がっています。どう説明されますか。総理、政府の言い分はどちらも嘘だったではありませんか。この31年間の消費税収は397兆円ですが、同時期に法人産税の税収は298兆円減り、所得税、住民税の税収も275兆円減りました。大企業と富裕層への減税が繰り返されたのに加えて、消費税増税がもたらした経済の低迷が税収を減らした結果です。結局、弱者から吸い上げ、大企業と富裕層を潤す、これこそが消費税の正体であることは、31年間の現実ですっかり明らかではありませんか。答弁を求めます。第二は、消費税が日本経済に何をもたらしたかという問題です。OECD のデータで、1997年から2017年の20年間の世界の先進国の GDP の推移を見ますと、驚くべき結果が浮き彫りになります。この20年間でアメリカは GDP が 2.3 倍、イギリスは 1.7 倍、フランスは 1.8 倍、ドイツは 1.7 倍、欧米の多くの国々は GDP が2倍前後に伸びています。ところが、日本は20年間で GDP は 1.02 倍、わずか 2% しか伸びていません。OECD の36カ国で、ダントツ最下位が日本なのであります。20年という単位で見た場合、日本は世界でも異常な経済成長できない国になってしまっているのであります。総理はこの原因がどこにあると認識されていますか。私は度重なる消費税増税が原因の一つであることは明らかだと考えます。1997年の 5% への増税は、バブル崩壊から立ち直りつつあった景気回復の芽を摘み、日本経済の長期にわたる消費不況の引き金を引きました。2014年の 8% への増税は、今日に及ぶ消費不況の原因となりました。総理には、度重なる消費税増税が日本経済を
世界でも異常な長期低迷に落ち込ませた原因の一つだという認識がありますか。お答えいただきたい。日本共産党は消費税導入が強行されたその日から一貫して消費税の廃止を求めてきましたが、31年間の消費税の現実に立ってこの悪税の廃止を目標とすることを改めて強く求めるものであります。税金は負担能力に応じて応能負担の原則に基づいて税制の民主的立て直しを行うことこそ急務であります。総理の答弁を求めます。その上で日本共産党は緊急の課題として消費税を 5% に減税することを強く求めます。なぜ 5% への減税か、理由は簡単明瞭です。2014年に 5% から 8% に引き上げたこと自体が間違いだったからです。当時総理は我が党の追及に対して増税の影響は一時的と繰り返しました。しかし現実はどうだったか。一世帯当たりの実質消費支出は増税を契機に大きく落ち込み、5年半経っても回復せず、年20万円も落ち込んだままです。働く人の実質賃金も年15万円も落ち込んだままです。一時的どころか、長期にわたる消費不況が今に至るも続いているではありませんか。総理、8% への大増税そのものが経済失政であったことは明らかではありませんか。10月1日に発表された日銀短観では、大企業製造業で3期連続で景気判断が悪化になりました。内閣府が昨日7日発表した景気動向指数も下方修正され、悪化となりました。こんな最中に 10% に増税など無謀の極み、失政に失政を重ねる二重の経済姿勢と言わなければなりません。総理、8% に引き上げたことが間違いならば、その間違いを正す 5% への減税によって二重の経済姿勢を正すことが必要ではありませんか。日本が世界でも異常な長期にわたる経済成長できない国から抜け出して経済を成長の軌道に乗せる上でも、今政治が 5% への減税という家計応援のインパクトある政策を実行することが必要不可欠と考えますが、いかがですか。答弁を求めます。消費税を減税し、社会保障や教育を良くする財源をどう考えるか。日本共産党は、財源というなら持てるものからきちんと税金を取ること、無駄遣いを一掃すること、そして暮らしを応援することで日本経済を成長の軌道に乗せて税収を増やすこと、この3つを組み合わせれば消費税に頼らなくても立派にやっていけると具体的に提案しております。持てるものからきちんと税金を取るという点では、まず何よりも大企業と富裕層優遇の不公平税制を正し、応分の負担を求める改革を行うべきです。大企業は安倍政権の下、史上空前の儲けを上げ、内部留保を333兆円から449兆円へと積み増しています。ところが儲けにふさわしい税金を払ってないじゃないですか。中小企業の法人税負担率は 18% に対し、大企業の負担率は 10%。 研究開発減税など優遇税制のおかげです。総理、不公平だと考えませんか。優遇税制を是正し、法人税の税率を安倍内閣以前の水準に戻すことを求めます。超富裕層の儲けも史上空前です。保有株式時価総額1000億円以上の超大株主は安倍政権の下で12人から58人に増え、保有総額は 3.5 兆円から 17.6 兆円へと急増しました。ところが株取引にかかる税金が特別に軽いため、所得が1億円を超える富裕層への税負担は逆に軽くなっています。
そう、立候補だと考えませんか。ここでも優遇税制を是正し、最高税率を引き上げるべきではありませんか。答弁を求めます。無駄遣いを一掃するという点では、トランプ米大統領言いなりの米国製武器の爆買いをやめるべきであります。例えば6600億円以上もの拒否がかかるイージス・アショアです。なぜ秋田と山口に配備するのか。米国の戦略国際問題研究所が発表した論文、太平洋の盾、巨大なイージス駆逐艦としての日本は、イージス・アショア配備の目的がハワイやガムの防衛にあると明記しています。北朝鮮からハワイに向かうミサイルは秋田の上空を通過し、ガムに向かうミサイルは山口の上空を通過する。秋田と山口へのイージス配備、アショアの配備は米国防衛としか説明がつかないじゃないですか。米国防衛のための武器購入に6600億円もの血税を注ぐ、こんな馬鹿げた政策は中止すべきであります。名護市辺野古への新基地建設にも費は2兆5500億円と試算しましたが、その後大規模な超軟弱地盤がの問題が判明し、費用がどこまで膨らむかは誰も分かりません。沖縄県民の繰り返しの脳の審判を踏みつけにし、サンゴの美しい海を潰す新基地建設に何兆という規模の日本国民の血税を注ぐ、このような屈辱的な政治も終わりにすべきであります。取るべきところから税金を取り、無駄遣いを一掃し、消費税を減税するべきです。総理の答弁を求めます。最後に、関西電力会長ら幹部20人が高浜町元助役から7年間で 3.2 億円分もの金品を受け取っていた事件について、総理の認識を端的に4点伺います。第一に、八木会長は記者会見で金品の出どころはわからないと繰り返していますが、事件の構図から 3.2 億円分の金品が原発マネーの還流であることは明らかではありませんか。総理にその認識はありますか。お答えいただきたい。第二に、還流した金品の原資は国民が支払ってきた電力料金です。関電は2011年以降、原発再稼働のために家庭向け電気料金を2度にわたって値上げしてきましたが、その一部が還流したのです。再稼働を推進し、電気料金の値上げを認可してきた政府経済産業省の監督責任が厳しく問われると考えますが、その反省はありますか。第三に、関電の会長も社長も金品をもらっていた当事者じゃないですか。関電の作る第三者委員会任せでは、肝心な真相が隠されてしまうことは避けられません。政府自らが徹底的な調査を行うべきではありませんか。第四に、関電だけでなく、原発を持つ11の電力事業者は、原発再稼働のための追加工事費として5兆円を超える事業を発注しています。再稼働利権が問われているのであります。他の電力会社についても不正がないのかどうか、政府の責任で徹底的な調査が必要だと考えませんか。以上4点について答弁を求めます。国政調査権を行使し、関係者を国会に招致し、徹底的な真相解明を行う決意を述べて質問を終わります。内閣総理大臣、安倍晋三君。
志位和夫議員にお答えいたします。台風豪雨災害への公的支援強化についてお尋ねがありました。今般の台風第15号による災害において極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、災害救助法の制度を拡充し、恒久的制度として一部損壊の住宅のうち屋根等に日常的に支障をきたす程度の被害が生じた住宅については支援の対象とすることとしました。また農林水産業については台風第15号を含めた8月から9月の前線に伴う大雨等による被害への対策として、一日も早い経営再開に向けて災害復旧事業の早期実施、農業用ハウス再建への支援、停電対策を主とした総合的な 農林漁業者への支援策を徹底し周知を図っています。これらの支援を通じて一日も早い被災地の復旧復興に向けて引き続き全力で取り組んでまいります。各税目の税収の動向と消費税収の使途についてお尋ねがありました。税収の変化についてのご理論ですが、所得税や法人税による税収の減少の背景としては、制度改正要因に加え、バブル期以降の資産価格の下落等、経済情勢の要因もあることに留意が必要です。この間、急速な高齢化等を背景として、年金、医療、介護等の社会保障給付費は大きく増加してきました。消費税は税収が景気や人口構成の変化に左右されにくく安定しており、勤労世代など特定の者への負担が集中しないことから、社会保障にかかる費用を賄うための財源としてふさわしく、引き上げによる増収分は実際に社会保障の財源として活用されてきました。今般の消費税率の引き上げにあたっては、低所得者への配慮として、軽減税率制度を実施することとしたほか、税収増収分を活用し、幼児教育、保育の無償化や、年間最大6万円の年金生活者支援給付金等の社会保障の充実を行いながら、社会保障の安定化も同時に図ることとしており、消費税が弱者から吸い上げ、大企業と富裕層を潤すとのご指摘は当たりません。我が国の経済成長と税制についてお尋ねがありました。我が国はバブル崩壊以降、低い経済成長と長引くデフレによる停滞の20年を経験しました。企業は賃金を抑制し、消費者も将来への不安などから消費を減らさざるを得ず、その結果、需要が低迷、デフレを加速するという悪循環から抜け出せずにいました。この経験を踏まえ、安倍内閣では政権交代後、アベノミクス3本の矢の取り組みにより、デフレではないという状況を作り出す中で、名目 GDP は1割以上成長しております。今後もデフレ脱却、そして力強い成長のための3本の矢の政策を継続してまいります。なお、消費税については、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点で、社会保障の財源と位置づけています。少子高齢化に正面から取り組むにあたり、全世代型社会保障制度へと転換し、同時に財政健全化も確実に進めていく必要があります。このため、消費税率を 10% に引き上げたところであり、ご提案のような廃止は全く考えておりません。いずれにせよ、公平、中立、簡素の三原則を踏まえつつ、今後の税制の在り方については、不断の検討を行ってまいります。2010年の消費税率引き上げ等についてお尋ねがありました。消費税率の 8% の引き上げは単なる増税ではなく、これを財源として基礎年金国庫負担の割合の2分の1への引き上げや、所得の低い方々に対する国民健康保険料等の軽減の拡充など、社会保障の充実を実施したところであります。これらの施策を全体としてみれば、消費税率 8% の引き上げの判断が誤りであったとは考えていません。
しかしながら前回の消費税率引き上げの際には耐久財を中心に大きな駆け込み需要と反動減が生じ、その後の回復にも遅れが見られるなど、結果として見れば需要変動に対する対策が必ずしも十分ではなかったと考えています。このため今回の消費税率の 10% への引き上げにあたっては、前回の経験を踏まえつつ教育の無償化や軽減税率に加え、思い切ったポイント還元、プレミアム付き商品券、自動車や住宅に対する大胆な減税など十二分な対策を実施しているところであり、今後も経済の動向には十分目配りしてまいります。今回の引き上げは少子高齢化という国難の正面から取り組むにあたり、お年寄りも若者も安心できる全世代型社会保障制度へと大きく転換していくためのものであり、ご提案のような減税は全く考えておりません。法人課税や富裕層への個人所得課税の強化、消費税の減税についてお尋ねがありました。企業に対する税制については国際競争力の影響を踏まえ慎重に検討する必要があります。安倍政権では、租税特別措置の縮減廃止等により課税ベースを拡大しつつ法人税率を引き下げるなど、成長志向の法人税改革に取り組んできました。またこれまで所得再分配機能の回復を図るため、所得税の最高税率の引き上げや金融所得課税の見直しにより税率を 10% から 20% に倍増するなどの施策をすでに講じてきたところです。今後の税制の在り方についてはこれまでの改正の効果を見極めるとともに、経済社会の情勢の変化等も踏まえつつ検討する必要があると考えています。その上で消費税については国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点で、社会保障の財源と位置づけています。少子高齢化に正面から取り組むにあたり、全世代型社会保障制度へと転換し、同時にこれまでの歳出改革の取り組みを強化して無駄を徹底して排除することにより財政健全化も確実に進めていく必要があります。このため消費税率を 10% に引き上げたところであり、ご提案のような減税は全く考えておりません。イージス・アショアについてお尋ねがありました。イージス・アショアは現下の厳しい安全保障環境の中、弾道ミサイルの脅威から我が国全域を24時間365日長期にわたり切れ目なく防護することを可能とし、国民の命を守り抜くためどうしても必要な装備品であり、米国を防衛するために導入するものではありません。またイージス・アショアの取得、維持、運用等に要する経費は現時点で約4000億円を超えるものと見積もっていますが、今後施設整備に要する経費なども含めたいわゆるライフサイクルコストを適切な時期に確定公表するとともに、引き続き経費の低減に努めてまいります。普天間飛行場の辺野古移設についてお尋ねがありました。世界で最も危険といわれる普天間飛行場の一日も早い全面返還の実現に向けて現在沖縄防衛局において環境保全に最大限配慮しながら辺野古移設に向けた工事が進められているところです。米軍キャンプシュワブの北側海域については地盤改良工事が必要であるものの、一般的で施工実績が豊富な工法により護岸や埋め立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されたと承知しています。現在沖縄防衛局において有識者の助言等を得ながら具体的な設計費用等について詳細な検討を行っているところであり、移設に要する経費については、しかるべき
時期にしっかりと説明させたいと考えております。政府としては地元の皆様と対話を積み重ね、ご理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還の実践に向けて全力で取り組んでまいります。関西電力の問題、電気料金の認可、他の電力会社への調査などについてお尋ねがありました。電気事業者たるものは原子力に関わるものか否かにかかわらず、その事業全体について電気料金を支払う利用者の皆さんから不信を持たれることのないよう、常に適正な事業運営に努めるべきは当然であります。電気料金の認可は所管する経済産業省が公開の場における専門家による厳正な審査を経て行うものであると承知しておりますが、今回の事案を踏まえ、電池情報に基づき関西電力に対して資金の流れ、工事の実態などの一連の事実関係や他の類似事案の有無などの報告徴収命令を既に出しております。これを受けて関西電力は独立した第三者委員会の下で調査を行うこととしたものと承知しております。まずは第三者の目を入れて徹底的に全容を解明することが不可欠であり、その上で経営問題も含め再発防止等の措置を講ずることで利用者の皆さんの信頼回復に努めることが必要であると考えています。さらに今般の事案の発生を受けて、経済産業省から関西電力以外の電力会社に対してもコンプライアンスの遵守を徹底するよう指示したところであり、これを受けて各電力会社による調査が行われたと承知しています。馬場伸幸君。日本維新の会の馬場伸幸です。私は我が党を代表して総理に質問をさせていただきます。日本維新の会は地方から生まれた唯一の国政政党として、特定の組織団体に依存しない唯一の国政政党として、身を切る改革を言うだけではなく実行する唯一の国政政党として結党から7周年を迎えました。人間でいうと小学校に入ったばかり、還暦を迎えた自民党にとって変わる実力はまだありませんが、新しい令和の時代にふさわしい新しい日本を作り上げていくために力の限りを尽くして働いてまいる決意であります。今国会では特に